どうも、ゆまでーす。R2D2 号での日本縦を旅する、日本縦断の旅。今日は岩手県の盛岡市にいます。で、今回も、カロちゃんでーす。おはようございます。おはようございます。今日も一緒に移動することになりました。今日行くのはどちらですか？はい、平泉でーす。平泉。平泉ちょっと行ってみましょう。行きましょう。じゃあ今日もドライブ楽しんでいきましょう。はい。I drive though. 出るね。あ、そうね。運転楽しんで、じゃあ任せてください。よろしくお願いします。はい。よろしくお願いされました。Let's go. Let's go.現在の気温21度。お、なんか綺麗な建物だね、これ。Looks like a church. ああ、right, right. クリスタ。教会みたいなデザインの建物が。教会だよ。そう。教会なの。あ、そうね。ごめん、なんかすごい珍しい車が目の前にあって。イオニック5。イニオス？フレンチ？あれはどこの車？さっぱり知らん。さっぱり知らん。おお。ララションスベラニー。教会？フランス語だけど。うん。ララションスベラニー。フランス語なんだ。どういう意味？ね、ベラニーは、うん、なんか美しいな友達。うん。ラッションスは運がいい、うん、あー、ラッキーってことだね。ラッキー、そう、ラッキー、うん、ラッキーベラミラッキーベラミラッキー美しい友達、でも、なんでラーラー、うん、一つのラーは十分、うん、ラッションスベラミちょっとおかしい、ちょっとだけね。あ、ちょっとだけね。日本間違いないから、ちょっとだけ。あ、じゃあ日本人がなんか意味も分からずに英語の T シャツ、変な言葉が書かれてる T シャツを着てるよりかはマシ？大丈夫？あの、まあ、業界は。うん、大丈夫。でも時々すごく面白いものを見つけたね。変な意味のフランス語。最近どんなものを見つけたじゃん。まあ、このシャトレーゼ。ああ、シャトレーゼ。雨が降り始めてる。雨だね。やだーやだー。昨日と同じだけど、まあ昨日よりはマシ。うんうんうん。ちょっとの雨。そう、ちょっと雨と晴れたから。うんうん。ここも雲ないから。雲ないね。もう少しで雨止むかもしれない。運がいいの場合は、おう、晴れてるかも。運が良ければじゃあ晴れる、うん、じゃあこれで晴れにしてください。お願いします。雨乞い晴れろ。今から晴れるよ。はい、晴れるみたい。晴れた。ちょっとだけ。ちょっとだけ。天気の子みたいな。お願いしたら晴れるんで。うん、来て。よし。でも雲はもうここだけで、太陽が出てきた、うん、雲を寄せた。いや、じゃあ進んでいくぜ。進もう。はい、平泉町に到着しました。すごい古風な家がいっぱい建ってて雰囲気がある。いや、今日はこんなに暑いとは思わなかった。ね、今日太陽出てて昨日と比べてあったかい。眠いか。いや、あの、ずっと座ってたから、なんか体をこうやって伸ばして、あ、一ノ関に住んでる人、うん、この人連絡くれて、ちょうど今日盛岡に出張に来た時に R2D2 号、僕の車を見かけたそうです。で、明日明後日はどっちも仕事入ってます。残念。
すごいこれおしゃれな柄だね。ん？おしゃれな柄。うん。Looks like ethnic. Yeah, I like this one really much. おお。平泉駅に向かっております。え、なんかデザインがすごい。日本の駅っていう感じ。日本の昔の家の作りのデザイン。色も茶色で。好き。この平泉スタジオ。可愛くデザインされてる。ああ、ガチャピン。あーなんかいろんなキャラクターの目をつけてるような感じかな。ガチャピンだったり、うん、これミニオン、あ違うミニオン、ミニオンとかなんかそう、ね、どっちかある？似てる。でトトロとかに出てくるちっちゃいトトロみたいな。これああれだ、トイストーリーのあの、そう、ね、うん、名前忘れた。ね、UFO キャッチャーで、うん、撮られるやつだ。待って、スティッチ？リロ&リロ&スティッチのやつ、ね、どうかな、分かる人はコメントよろしくお願いします。はい、これと左から2番目、3番目、まあこれはガチャピンだと思う。これどっちかな。でこれ、そしてこっち、いかつい目してんね。車で行ったら、ヘッドライトにアイラインつけるみたいな感じか。ほう、これは分かんないな。普通の街並みが日本の古き良き家のスタイルみたいな、ちっちゃなあのアパートとかそういったのも作りが古い感じの昔のデザインになってます。そこを優雅に歩くフランス人のカロさんです。また私駅から5分10分ぐらい歩いたっけ。そう、10分ぐらい歩いたところにこんな感じで公園が広がってると思う。山道を歩くトレッキングコースとかもあるみたいですけどね、うん、熊が出るかもしれないから注意してねって。ほら、鈴鳴ってます、うん、いい。毛通寺って読むみたいですね。毛通寺、世界遺産。へえ。ちなみにこれは、これ紅葉？赤みがかってて綺麗。秋ですね。だけど今日20度超えててめっちゃいい天気。Here we go! うわ、これが本堂。でっかーい。本堂内立ち入り禁止。うーわ、こんな感じでまた。これは池なのかな？すごい綺麗だね。あ、あれ？あの、向こうに見えるドラゴンの船。あ、鳥？うん、鳥が休んでる。鳥が船を使うかな。鳥が船を使う。鳥船。でっかい木。木の声が聞こえない。あ、聞こえる？あ、聞こえない。聞こえない。聞こえない。死んでいる。カモメ？あ、カモメじゃない。カモがゆったりと流れている。時間も。ゆったりと流れているっていう感じですね。で、散歩中。いい天気だ。Went through the rain, go back to the sun. じゃあ芭蕉館へ。わんこそばを食べに。Let's go。うわすげえ。2列あるんですね。2段。よろしいですか、うん、こちらの3段薬味ですのでお好みで入れて召し上がりください、はい、お蕎麦もこちらに入れて、はい、でお刺身を醤油かかってますのでね、うん、そのまま召し上がってください、うん、でその他はお好みで入れて召し上がりください、うんうん、はい、あ、これをこっちに入れて食べるんですね、はい、
はい、それプラスこれをこっちに。そうですね、お好みで、うん、そのままでもいいですしね。はい、ありがとうございます。いただきます。これをあの一つにまとめたらいいっていうツッコミはさておき、これがわんこそばの醍醐味です。さて、どうやって食べようか考え中。あれ、これをこうみたいな感じ、うん、こう紅生姜をピッ、うまい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 、いやー待って、いやアイドルみたいな、そう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 、中尊寺通りの建物、英語の水車、うわ、お寺まで続いてる通り、うおー綺麗。お邪魔します。上まで行こう、行く、うん、ほな行こうか。ほう、弁慶堂、このお堂は通称弁慶堂という、文政9年、西暦で何年か分かんないね。あはは、弁慶発見した。怖い怖い怖い、これ倒産、倒産ぬ、倒産ブシッ、うわ綺麗、カラフルな弁慶堂。あ、すげえ、もしやこれは沖縄の僕たちに馴染みのあるシーサーですか、獅子、いやもうシーサーにしか見えない、獅子丸が両脇にあって、ドラゴン丸が真ん中に、で弁慶堂土足厳禁シューザーフ、いやこんな感じで下にイノシシが隠れてるとかありえそう。そっからの風景が、この景色だ。ワン、ツー、トリー。あ、ブルーシートかかってる。うお、すぐそばには竹が生えてる。見えてきました。中尊寺。中尊寺。こうくぐっていくと、うーわ、赤松、ほんとだ、めっちゃ赤い。 Wash hands and drink。 へー、すごいね。奥の細道って書いてる、これ松尾芭蕉でしょ絶対。 Yeah, right。 あなたは何を見たのでしょうか、旅の中で。奥の細道読んでみて、あ、私も見た私も悪い、目の前に雲が、うわ映ってるかな、ここにも、オーマイガー、でっか、うわ、これも雲。はい、先ほどフランス人のカロちゃんを宿に送り届けてきました。で、今日は一ノ関市にステイします。まあ明日か明後日ぐらいまではいようかなって感じです。っていうのも、この一ノ関市で iPhone を受け取ることになってるんでね。まあ、それにしても今日一日すごい楽しい一日でしたね。やっぱ一人旅もいいけど、誰かと一緒に旅するのも面白いですね。いろんな体験を一緒にできて、で話し相手もいるし、
で誰かと一緒に旅すると自分じゃ見つけない情報を持ってたりして、それを共有して、あ、じゃあそこ行ってみたいっていう感じになったりの流れがあるんですよね。で今回中尊寺っていう世界遺産でしたっけ、そこに入ってる金色堂とかそういったのを見れたんでよかったっすね。でこの一関市で iPhone がショップに届くのを待って受け取ったらまた次のところに移動したいと思います。それまではまあこの近辺 1,2 時間とか短い時間で移動できるのを回っていこうかなって感じです。まあ、峠道も探したりしてっていう流れですね。というわけで今回は以上になります。今回もご視聴いただきありがとうございました。それではまた次回、あ、動画の高評価だったりチャンネル登録していただくとめちゃくちゃ嬉しいです。で旅の道中で声かけてくれたら嬉しいですね。ではまた、バイバーイ。あ、そうそう、今回金色堂、中尊寺金色堂を以前にアルトワークスのオーナーのホランさんに紹介していただいて今回行ってみました。ホランさん、おすすめいただきありがとうございました。